はい、こんにちは、ブルーホースです。来たね。シャドウズ・オブ・ローズっていうことでね。いやー、ここにたどり着くまでがマジで大変だったんですよ。もう何回もクラッシュしまくって、なんかパソコンの調子が悪いのか、そもそもゲームの調子が悪いのかっていうのがもう全くわからなくて、なんかもう 10回くらいクラッシュしてパソコン立ち上げ直したり、スチーム立ち上げ直したりとかって、なんか何が解決したのかよく分かんなかったけど、とりあえずできるようになったんでね、早速ですがやっていきましょうか。ありとあらゆるプレイヤーがもうクリアしたっていうね、 YouTube 動画を上げている中で、僕はしっぽりとね、ちょっとその動画を一本も見ることなく早速楽しんでいきたいなと思いますんで、で、まあ例のごとく1日1本ずつのね動画で上げていくようにするんで、まあまあ、あースペシャルローズのコスチューム、ああそうそうそう、こっちできるんだよね、まあ、せっかくなんで、まあ、ダーズよりもダウンロードコンテンツ、まあ、ちょっと早期特典で購入したやつにしましょうか。じゃあニューゲイン、逃げ場のない死ぬ恐怖たち舞台、程よい緊張達成感、アクション苦手でもストーリー、まあスタンダードでやっていきましょうかね。はい、いや待ちわびたよね、これが発表されてから。だって本編が発表されてから1年半くらい経ってるんだもんね。そりゃ超大作になってて叱るべきだよね。ちょっと初プレイなんでムービーは黙っときます。多分ケイ、遅くなってごめん。大して待ってない、大丈夫。うん、大事な話があるって何なの？またクリスが私を組織に入れろって言ってきたとか、絶対ありえないって何度も言ったんだけど。ハウンドウルフっていつもクリスにこき使われるんでしょ？ケイも辛いね。その件じゃない。今日はお前の話だ。私？ローズ、その、どうなんだ？学校の方は。こつ。そんな話をしに来たわけ？まだあの嫌な子たちに絡まれてる？化け物扱いされるかってこと？おい、ちゃんと、こっちを見ろ。化け物じゃない。化け物だよ。わかってるでしょ。だから学校でもずっと一人なの。バレないようにって。それじゃあ、話せる友達はいないのか？話すって？何を話すの？人間じゃないって話す？化け物だって告白するの？でも、大丈夫。友達は殺さないよって。もしその力を取り除けたらどうする？めっちゃ食いつけ。すぐにでもなくしたいよ。そうない。あれ？わかった。なら見せるものがある。ちょっと待って、足元おかしいことになってるぞ。え、もしかしてこれ。ミランダと特域のことは知っているよな。研究に執着して、人体実験までやっていた。そういうオチが待ってる。スケスケだもんね、部屋が。それで最近、ミランダの研究ノートが新たに見つかったんだ。すげえ嫌な予感がしてきた、今。それによると、人から特異菌を取り除く、浄化結晶を発見したらしい。浄化結晶？浄化結晶さえあれば、完全とはいかなくても、お前の力を抑え込めるかも。ふざけてないよね。もちろん。だがそのノートは未完成だった。でも多分、一つだけ残りの情報を探せる手段がある。なら教えてよ。どこを探すの？ああ、そこだ。え？それは金婚ってやつだ。その中に死んだ者たちから吸収した記憶が保存されている。つまりミランダの知識のすべてもだ。この意識の中に入れば浄化結晶の謎が解けるだろう。意識の中に入るってどういうこと？いいか、お前は金婚と深くつながってる。だから結晶の情報を探し出せるはず。こんなのまともじゃない。ケイおかしくなったの？ああ、確かにそうかもな、ローズ。でも危険じゃないさ。例えばこう思えばいい。他人の記憶を散歩するって。いや、それも本当に入れると思う。やってみる価値はあるはず。損はしないだろう。じゃあどうすればいいの？いや、俺もよくは分からないが、金婚に意識を
集中してみろ。わかった。すごいよね。まあ、やるわ。どんな世界だよね。ケイって誰なんだ。やってみる。ハンドウルフの誰か一人なのか、もしかまた別のあれなのかな。クリスにこき使われてる。しかもハンドウルフってことはさ、2037年のね、もうクリス現役説あるよ。あ、ゾーンに入ってた。これあれじゃん。ローズって変わってるよね。何か変なものが見えてるんだって。気持ちはこっちに来ないよ。あいつを友達にするなんて。ローズって普通じゃないよ、ね。何か出てたんだ。ローズは絶対変だよ。やめて。ローズ、何か変なものが見えてるんだって。ガキモノ。ガキはやべえ力。何か出てた。あっちに行って。ローズって普通じゃないよ。ガキモノ。気持ち悪い。お願い、もうやめて。ローディング。まあ、人間ってさ、こう自分にないものを持ってる人たちのことをさ、なんかちょっと自分が劣ってるっていうのを認めるんじゃなくて、とりあえず相手がおかしいっていうことを言いたがるよね。で、そういう話じゃねえんだよ。さあ、ワクワクドキドキ。ワクワクドキドキ。どうなった？ちょっと待って、でもね、バグり散らかしてるんだよね、すでに。ほら、ほら、ほら。こんな透明なわけないじゃん。同じ場所だよね。違う場所でございます。ケイわあ。どこなの？いやだなあ。これだって、ナザー・ミランダのチカローのところとかさ、か変だよ。ベイビーが出てくる井戸のところとかでさ、よ、散々苦しみをされたのにさ、やるのね。何か、何も、なかった。キーアイテム、クラフト、あ、できるんだ、クラフト。じゃあ早速やっていきたいけど、視点移動。おお、サードパーソン。なんかバイオハザードビレッジというか、セブンビレッジでサードパーソンってなんかすごい新鮮だね。もうすでにもう皆さんバグり散らかしてるけど、調べる。ミランダの研究によると、特異菌の菌根は死者の情報を記憶しているという、合わせて過去の事例において特異菌が感染者の意識を結ぶ一種のネットワークを構築していたことも分かっている。この2つの情報から、特異菌適合者は特異菌のネットワークを介して菌根内に蓄積された死者の記憶に接触可能ではないかと仮説を立てた。そしてこの研究室には16年前に例の村から回収した菌根の一部が保管されている。持ち帰ってたのかよ。持ち帰った時点でまた例のあれが起こっちゃうかもしれないっていう。ことをこう鑑みなかったのかな。つまり特異菌適合者の協力さえあれば前述の仮説を検出することができるのだ。しかし倫理的な問題や組織的な事情がある。我々研究者から特異菌適合者への連絡が禁止されている以上、本件は検証不可能だ。この仮説が真で、真であったなら人類の発展にも大きく寄与することになるだろう。その他はグリーンハーブとか手に入らない。無理。これすごいよね。まあいいや、すでになんかぶら下がってるんだけど。何？え、ほんと何？え、ほんとに何？これ壁があるんだ。松明。え？ちょっと待って、いやもうほんとに、本来こういう世界じゃないと思うんだけど。しかも走れないし。なんか別の意味で怖いよ。で、ローズこっち向いてくれないし。何？E3式なの？え、ちょっと待って、本当にこれでいいの？これ良くない気がするよ。合ってる？こっちで。合ってんの？なんかある。調べる。早くしないと私の番が来る。結晶手に入れないと。What？え？どういうことどういうこと。いけない。ああ、もうこれもう初見プレイでこのバグり散らかされてるってさ、もう、ありとあらゆるモッドよりもさ、もう過酷なプレイになってんじゃん。腕の振り方が可愛いな。なんかこの声の声優さん聞いたことあるな。まあ、後で調べてみよう。誰がやってらっしゃるのかっていうのは。まあ、まださすがに敵は出てこない。気持ち悪い。何なのこれ。例の、アワビってやつですかね。こっちでいいのかな。え？血が滴ってる。何もない。調べる。
調べるけど、なんか出てくるわけでもない。誰の靴だよ、磨けよ。で、なんかレオンだったらいそうで、これは結局何、こっち触れたところで何もないと。で、まあ、なんか明るいから恐怖感はないんだけど、出して、出して、いや、出す前にこっち行ってみたい。あ、行けるんだ。ちょっと、いや、絶対こんな感じじゃないと思う。自分がやったところだけは、後で見ておこう、どんな感じなのか。あれ、でも、こんなガンガン進んでて大丈夫なのか。ちょっと待って、出してって言われたから、先にやっぱ、セオリー通り行こうか。戻ろう。走ってくんない。移動速度ってこんなもんなの？初めから。絶対走ってくれるよね。で、出してって誰？あ、例のプロモで映ってた女の子か。こっち行けないね。ちょっと出しましょうか。誰かいるの？誰かいるの？危ない。何が危ないの？なんか、動けない。声が聞こえない。待ってて、開ける方法を探してみる。あ、違うんかい。開けれなかった。ただなんか向こうでうごめいてるのがいるんだよね。そこに少女がいたとしたら面白かったんだけどな。マジか、初見プレイからこれか。本当に何回繰り返すんだ、同じ言葉って呼ばれてるかもしれないけど。ステンドグラスじゃない。ステンドグラスは違う。結婚式のあれ、壁に貼り付けられてるガラスだ。違うんだよ。なんかこれでも手に入れるために、なんか戦わなきゃいけないとか、そういうオチ待ってたりしないよね。これ取ったら、なんか動いてきそうだな。ちょっと待ってね。こっちはいけるかな。おおおおお。ローズ？私の名前？なんで？え？なんかいる？なんかいるかな？なんかいるかな？牢屋の鍵、あれ？いや、踏み入れるんかい。なんかセルティックスみたいなマーク。大丈夫。よしじゃない気がする。だよね。なんか来た。気づけ。え？どうぞ、後ろ。さっきから何が起きてるの？え？ちょっと待って。かなり。あれ？じゃあさっきのプラプラ。なんか上からすごい垂れポンチになっていってる。いけなくなった、もしかしてこれ。これいけない？いけるけど、いけるけどなんだな。あれ？じゃあさっきのこのぶら下がってたやつ、これ何？調べられなくなってるし。あら、調べとくべきだった。あれ？ちょっと待って。これさ、戻れないんじゃない？すでに待ち構えてるっぽいけど。マップを見る。マップを見るのはいいけど。ああ、いけるっちゃいけるのか。気持ち悪い。どんどんなんか侵食してきてるね。これがだから、禁魂に記憶を侵され始めてきているって。何の音？じわじわ進んでいくしかないよね。じゃあここオープンセサミ。カチャ。え？キーアイテムなくなってる。鍵を外、あ、お邪魔します。この中から少女出てくるとか。なんだろうこれ。あ。これ今から起こることじゃん。ですよね。あ。私のためにやらないで、ちょっと待って、引っ張らないで。何？ちょっと、ちょっと、やめて。足から触るんですよ。そこなし、お、助けてくれる少女がいる。ローズ2号。あ、ちょっと待って、なんか下にすごい沈んでってるぞ。ありがとう。助かる。あんな姿って見えてる。あー、ローズ2人目。2代目ローズ。私に、そっくり。私たち、俺たち、入れ替わって
ではない。あなた誰？私はローズ。あれ？結局ローズだったの？何が起きてるの？早く逃げないと。ですよね。え？それを言うだけ言って。ここは危ないよ。待って。早い。あれちょっと待って。私は走れないのこれ。ね、待って。待って。あ、消えた。あ、でも進んでるんだ。これなんかトラバサに見えるんだよな。ああ、いた。急に現れたな。この壁が透けてるおかげでさ、いろいろと見えてんだよね。死体。こいつをどかさないとって。あ、はい。持ちます。持つんだけど、もしかしたら3人目のローズとかそういううちだったりしない？あ、こっち進めるんだ。全然何が見えてるかわかんないけどね。あ、くぐるのね。ちょっと、待ってよ。どこに行くの？あ、見える。見えた。あれ？よし。見えなかったか。残念。ちょっと待って。いやー、本当にこれダメな世界観だよ。うわ、なんか次やるときに、ちょっとカプコンのオフィシャルツイッターにこれどういうことですかっていうのをちょっと写真でも撮って送っとこうかな。何なのここ。え、このローズ助けられないの？ Help me。 無理ポー。あ、こっちのローズもだ。いっぱいいる。え、ちょっと待って、なんでローズ同じ顔。これ何が起こってるのか教えて。こっちはいけない。え、あのローズは、あ、ここ、このローズ。ねえ、ちょっと聞いてる？あ、レバーがない。いい、死んでるローズ。レバーが必要なの。ってことも、こっち進んでいくしかないよね。調べる。あれは壁の向こう、ずっと奥にあるはず。早く取りに行かないと。あ、また、こういうやつなのね。よいしょ。え？壁の向こう。え？お？みんな死んでるの？朽ち果てたローズばっかりやん。いやー、ちょっとこれ。いきなり攻めすぎてない？こんな感じなの？おぉ、くしょう！なぜお前がそうだったの？いやー。嘘でしょ？もう嫌。本当にもう嫌。一人でやるもんじゃねえぞ、これ。こっち行って、地図ってどれだっけ？違う。しゃがまない。あったあった。V だ。あ、ここから戻れるのか。OK。あ、なんて便利な。V。で、これ行って、もうあんなドッキリポイントは嫌だよ。まあ、あんなドッキリポイント、あれ？あれ？あ、そっか。しゃがまなきゃいけない。あれ？ちょっと待って。キャーじゃねえんだよ。遠回りさせられてる。何？こっちもまたなんかしゃがまないといけないとか。しゃがんでもいけないっすね。あれ？今日、どうやって行くべ？登れないぞ。くぐっていけないし。あれ？ん？こっちだよね。でもめっちゃ覆われてる。いきなり調べたところで無駄。じゃあどうしよう。こっちから行けたりするのかな。くぐれない。ん？こっち行ったとって V だよね。ん？地下1階、2階、3階、RF、屋上。あれ？引っかかる。
ていく。で、くぐることはできない。あれま。どうしようかね。こっちも行けるわけでもなく、こっちでもないし、こっち戻ってるもんね。あれ？さっきの朽ち果てたローズは？はあはあって。いや、はあはあ。ローズはあはあ。意味が異なってくるけど。え、ちょっちまっち。え？違う。ここに行きたいけど、戻れないんだよね。ノーツ。浄化結晶。ファイル。チュートリアル。登録されている。ファイル。金婚。しかし、あ、違う。うん。で、探索記録。やった？K が言う。この気持ち悪い力捨てられるらしい。自分ではまともじゃない話で危険はないって言ってたから。危険めっちゃあるじゃん。今めっちゃ危険な状況なんだけど。ちょっと待って。本当にどうやって持っていったらいいんだ？じゃあちょっともう一周行ってみる。もう一周行ってみようか。ほんと絶妙に行きたくない場所なんだけど仕方ないよね。こっち行ったら何かあるのか。こっちはこれじゃ行き止まりで、ここくぐる。でもレバー特にないし、打ち果ててるし、綺麗なままお亡くなりになってるのもいるよね。これもう一周 してきました。ない。え？あはぁ。まっすぐ進んでいったところで、ちょっと待って、本当にわかんない。まあ、こんないきなりバグり散らかしてる世界観から始まると、こういうことが起こるってことなんですね。ん？本当に、なんかないのこれ。見つめてたらなんか怒るとか。あ、登れんのかよ。登れたんかよ。お前だってのか、犯人は。あ、スキー攻撃。吸い込まれて、お顔がなくなって、能面少女になっちゃうで。壊すの大丈夫、生きてる。いや、ダメだね、これ。ああ、ですよね、さっき現れてきた女の子だよね、これね。これどうしたらいい、あ、終わった。波動拳。あ、いきなりその気持ち、あ、この手から何か出てるってやつなのか。これのことだったのか。ああ。やばい、起き上がってきた。どうしたらいい。その力のおかげで助かったんだから、もう存分に発揮して。やだ、何なの。シフト走る。レバー。お。あ、めっちゃ吸われてってるわ。あ、めっちゃいるわ。めっちゃ時間かかってるわ。あ、めっちゃやられてる。早く。逃げるしか無理だよね。こうやって。おお、待って、めっちゃ空いてきてんじゃん。早く。逃げろ。嘘でしょ、本当だよ。嘘だ。本当のような、本当だ。おお、逃げる。こっちだってる。本当に世界観がわからないけど、とにかくまっすぐ走って逃げよう。行き止まり。あ、嘘、行き止まり。は、行き止まりかどうかもわからない。とにかく世界が明るく見えているだけって。あは、何掴んでるの君。ちょっと待って、これなんとかならないかな。いや、なんとかならないかな。ちょっと待って、この画面撮っとくわ。この画面撮っといて。なんなの。ああ、ちょっと、逃げる。なんかわからないけど、誰かが助けてくれた。ちょ、手がいっぱい入ってくる。て。え、何？あ、こっち。なんか光ったようで、わからない。
とりあえず走って逃げる。とりあえず走って逃げる。This way、This way。あ、This way ってことはあれだ。ハイゼンベルクだ、実は。犯人はハイゼンベルクだった。ここ、ちょっと待って、こっちか、こっちか。やばい、後ろから来てるかもしれない。あ、でもなんか閉まってる。ここまでたどり着ければ OK か。しゃがんでどっか行けるとか、しゃがんでどっか行けるとか。あ、ぽい。あ、よかった。推理は合っていた。これでクリアできる人いんのか、マジで。大丈夫か？なんか うまい具合のお尻とか見えなかったりする。これは貴婦人の方々の世界が浮いてしまっているね。こんなのありなのか。ちょっといっぱい写真撮ってた。このなんか世界が透けてしまうバグってどうしたらいいですかっていうことをちょっと開発の人に聞いてみよう。あなた何なの。これがもし E さんなんだったとしたら、初めからなーのっといたらよかったよね。 Not enemy って敵じゃないっていう、その回りくどい言い方は良くないと思います。もう今あいつらは何なの。あいつらはこいつらです。何が起きてるの。どうやって、ここは何、どこなの。あ、ドミトレスク城と言います。きっと手遅れになる前なんか書かれてた。もう書かれてたかどうか。これを取り除くまで帰るわけにはいかない。それができる結晶がここにあるはず。血管が、それを見つける。ものすごい浮き出てきてらっしゃいますね。見つけるまで絶対帰れない。しかも会話できてるんだよね。もうわからないんだよね、何書いてるかね。It's dangerous とかなんかそんなの書いてあるのかな。あなたは誰、私の守護天使か何か。 Sure。 天使ならミカエル。まあ、いきなりイーサンですとは。つまりマイケルよね。どっちで呼んだらいい？なるほど、ミカエルがマイケルになったのね。マイカオ。じゃあミカエルとマイケルと綴りが一緒ってことなのか。マイケル、どうする？Dangerous here. Move. 移動しよう。OK。あ、セーブポイント来た。あ、よかった。じゃあセーブポイント来たんで、一旦じゃあここで終了しときましょう。ああ、そっか、暖炉だもんね。オッケーオッケー。はあ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 。こっちは戻れるのかな？ちょ、戻れるけど、戻ったとて何があるわけでもないけど。ちょっとこのバグがどうできるかがわからないんだけど、まあ、なんとかしたいと思いますんで、一旦この辺りで終了したいと思いますんで、はい。また次回パートですね。お楽しみいただけたら嬉しいです。では、またお会いしましょう。バイバイ。